皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。新しい動画シリーズ始めます。タイトルは、ザ・ワンダリング・ビレッジ。今年2月にデモ版の動画投稿したゲームなのよ。怪獣の背中で村作りというユニークなコンセプトの村作りシムです。先日ついにアーリーアクセスが開始されましたので早速プレイする所存。待ちくたびれたのよ。デモ版をプレイした時はあっさり村が全滅したので今回はうまくやりたいですね。ほんわかぱっぱなビジュアルの割に尖ったバランスしてたのよね。まあ見た目はメルヘンでもポストアポカリプスですからね。それでは世界が汚染に包まれた終末世界。そこで怪獣の背中に安住の地を見出した人々の物語を始めましょう。始める前に難易度の選択。難易度は初心者、中級者、達人の3段階。我々無難大好き侍であるゆえここは無難に中級者を選択。達人プレイは他の実況者さんの動画見てくられ。Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. それでは始めましょう。16人の村人さんからのスタートです。ちなみに本作日本語対応済みです。デモ版の時は英語だけだったから意図ありがたし。現在村人さんが持っているのはわずかな食料と資材、そして水だけです。お家もナッシングなホームレス状態。放浪の末に見つけた安住の地。ここを、キャンプ地とする。キャンプじゃなくて永住するんです。しっかしこう見てもここが怪獣さんの背中ってことにわかに信じがたし。ではちょっと銃を切り替えてみましょうか。こちらが今回の村作りの舞台となる怪獣さん。お名前はオンブさんです。オンブさんオッスオッス。そして村人さんとオンブさんの現在地がこちら。オンブさんは村人さんを乗せて世界を旅しています。様々なバイオーム、そして汚染などの危険が皆さんを待ち受けています。この世界でオンブさんと共に生きていく、それが本作のテーマであり村作りの目的でもありますね。次はオンブさんのお背中の様子を見ていきましょうか。デモ版の時にはなかった巨大な岩やオンブの角などのオブジェクトがありますね。どちらも石を大量に採掘できるようです。デモ版の時は資源カッツカツだったからこれは良い改善。デモ角を採掘するとオンブさんの機嫌を損ねるようですね。オンブさんお子になって欲しくないからなるべくこれは使いたくないのよ。他にも巨大な切り株なんてのもあってこちらは木を大量に採取可能。ただ切り株や岩から資源を採取するには専用の施設が必要なようです。この辺りは研究でアンロックするのかしらね。では始めましょう。まずは何はなくとも村人さんの家作り。現在村人さんは16名。今建てられるテントは2名まで収容可能。じゃけん8軒のテントを作りましょう。最初の方は一度やったことだしサクサク進めるのよ。テントの建設と並行して別の施設も追加します。まずは労働事務所、建設と運搬、そして収穫に専念する村人さんのための施設です。これ建てないと今言ったお仕事はお暇な村人さんしかやってくんないのよ。専用車は作業効率も良くなるのであって損する施設ではありませんね。お次は研究所。みんな大好き研究のお時間。研究については研究所が完成してから詳しく見ていきましょう。では指示した建物が完成するまで待ちましょう。研究所が完成して研究ができるようになりました。まずは研究ツリーを確認してみましょう。こちらが研究ツリー。デモ版の時から色々増えてるみたいなのよ。研究のカテゴリは村の運営に関するもの、資源と産業に関するもの、そしてオンブさんとの関係に関するものの3種類。3つ目が特徴的よね。これ進めてくことで村人さんたちがオンブさんとマブナガチになっていくのね。この世界を生き抜く上でオンブさんとの関係は非常に重要です。それに必要な研究というのは優先したいところですね。でも他の研究も早く欲しいものばっかりなのよね。毎度のことながらどれから研究するのか悩みが深いのよ。まあこの手の研究ツリーでは各カテゴリ最初の研究は、どれもまんべんなく重要と相場が決まってますから、まずは各カテゴリの最初の研究を進めていきましょう。その先のことは後で考えればええねん。明日できることは今日やらない。最初に指示した建物が完成したので次に進みましょう。次に建てるのは倉庫ですね。まずは資材置き場。建築や生産で使う資材を各30個まで保管できます。次は食料庫、その名の通り食材食料を保管します。倉庫に保管できる数が結構少ないのがちょっと心配。上位の倉庫があるならいずれ必要になるでしょうね。後で研究ツリーを確認しておきましょう。お次はとっても大事な食料生産。腹が減っては戦はできんわな。村作りの最初は最終生活と相場が決まっています。ベリー採集場を建設してオンブさんのお背中のベリーを拝借します。資材から食い物までほんまにオンブさん様様やで。
最終場はベリーの株が近くにあるほど効率が高くなります。村の近くで一番効率の良い場所に建設しましょう。道を敷いて移動しやすくするのも忘れなく。家と食べ物の次はお水ですね。お水大事よね。空気中の水分から水を生産する空気井戸を設置します。ここおんぶさんのお背中だから掘っても水出ないしね。空気井戸で生産できる水の量はおんぶさんがいる場所によって変わります。砂漠なんかだと全員全お水取れないのよね。ですので貯水タンクも合わせて建設して水の備蓄をしておきましょう。倉庫と空気糸、貯水タンク、そしてベリー採集場が完成。だんだん村っぽくなってきたけどまだまだ足りないものばっかりよね。特に食料がちょっと心配ですね。最初の備蓄がもう半分程度に減っています。ベリー採集場は建てましたが採集でゲットする量だけでは少々心もとない今日この頃ですので農場を建てて一気に農耕生活まで文明度をアップしましょう。さっき採集生活を始めたばかりというのになんという進化速度。別に村人さんたち原始人ってわけでもないんやで。まあ生のベリーにかぶりついてる姿はあれだけどさ。農場が完成。早速農業の開始です。農業を始めるには畑を作る範囲を指定する必要があります。最初は小さめに作って様子を見て徐々に拡大していきましょう。まだ村人さん少ないしどんくらい食べ物いるかわかんないしね。最初に栽培できる作物はビーツ、いわゆる株ですね。研究によって栽培できる作物を増やすことができます。小麦も作れるみたいだし、早く村人さんにパンを召し上がってほしいのよ。ようやく家と食べ物についてのめどがつきました。これで村人さんたち一安心、健康で文化的な最低限度の生活を享受してほしいのよ。しかし今の村はただ生きていくのがやっとの状況。このままでは将来への展望が甚だ欠けます。やはり発展してなんぼの村づくり。次は村に新たな産業の場を用意しましょう。木材工房と石材工房を建築します。それぞれ木と石を木材と石材に加工する施設ですね。今後建築する施設ではこれらの加工した資材が多く必要になります。今のうちから備蓄もやっとかないとね。木材工房と石材工房の完成です。いいね、このメルヘンなデザインが活かすのよ。ホームレス状態だった村人さんたちにお家ができて、農場や工房で働き出して、やっとこそ村っぽくなってきたのよ。ただそろそろ人手が厳しくなってきましたけどね。そりゃ村人さん16人しかいないから仕方ないのよ。まだ建築や運搬に人を回せていますが、そろそろ村人さんのお代わりが欲しいところです。そろそろフレッシュ村人さんのご到来をお待ちしております。そんな人手不足に悩む村に流浪者の一団が。フレッシュ村人さん来たー。このようにおんぶさんと旅を続ける中で流浪者と出会うことがあり、彼らを受け入れることで村の人口を増やすことができます。当然拒否することもできます。この選択は今後村にとっても重要になりそうですね。でも今はとにかく人が足んないからウェルカムカモーン。2名が村に加わり人口は18名になりました。それからしばらく後、木材と石材が溜まりましたので新たな施設を建設します。最初の研究でアンロックした調理場です。調理場が完成。調理場は文字通り食材を調理して村人さんに提供します。例えばベリー3つでベリーの粥を5杯提供してくれます。少ない食材でより多くの村人さんを養えるわけですね。つまり水で薄めてごまかすのね。身も蓋もない言い方やめれ。でもまあこれで村人さんたち生の食材丸かじりしなくていいから結構なこっちゃ。栽培できる作物が増えればさらに料理のレパートリーも増えそうですね。さて村人さんの生活環境も整ってきました。ここらでちょっとおんぶさんのご様子を拝見しましょうか。今まで完全に無視しちまってすまんな。おんぶさん歩いてる歩いてる。村づくりに勤しむ間におんぶさんはマイペースで旅を続けていたようですね。今はまだ平穏な土地をのんびりと進んでいますが、そろそろおんぶさんの行き先にも気を配っていく必要がありそうです。でも今はまだおんぶさんは足の向くまま気の向くまま、村人さんたちの言うことなんて聞いちゃくれないのよね。そうですね、今の村人さんたちはおんぶさんにとっては顔ダミ程度の存在ですから。言い方、おんぶさんもお食事中ハミハミしてるのよ、かわいい。このようにおんぶさんはお腹が空けば食べ物を探し、眠くなったら眠ります。その欲求に従って行き先を決めていくわけですが、その赴く先に村人さんたちの運命がかかっているんですね。砂漠とか汚染地域に行ってもらっちゃかなわんのよね。そのためにおんぶさんの行動を村人さんたちが決められるようになる必要があります。研究を進めてそれらに必要な施設も今後建てていかねばなりませんね。さておんぶさんと村人さんたちの奇妙な旅が始まり、村人さんたちは住む家、倉庫、農場、そして加工施設、
なんとか最低限村と呼べるだけのものをオンブさんの背中に作り上げました。ここからやっとスタートね。まだまだやるべきことは多く、それでいて人手は足らず、行き先はオンブさんの胸先三寸。先にどのような危険が待ち受けているのか用として知れません。でも汚染された地上をさまよっていた時に比べれば、オンブさんの大きなお背中は村人さんたちにとって安心できる成分。ここからオンブさんと村人さんたちの物語が始まるのよ。そうですね。ですが今回はこの辺りで締めといきましょう。それではオンブさんの背中での生活を始めた村人さんの様子を眺めつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。